フォー、レバンドフスキー、アンスファティに八つ当たり。ユナイテッドファン、このプレイ直後のシーンを見たよ。彼はファティを殴りかかるか突き飛ばすくらいの勢いだった。PSV ファン、誰でも怒るよ。ゴールの見込みがないのに打とうとするんだから。モナコファン、これも試合の一部だ。味方が絶好のポジションにいる時にシュートを打ってしまうことはどんな選手でもあることさ。ユナイテッドファン、踏んだり蹴ったりだな。サッカーファン、喧嘩だ、喧嘩をしろ。バルサファン、こんな控え室の出来事をメディアに漏らしたのは誰だよ。レアルファン、これを報じているのはアスシだ、奴らにソースは必要ない。サッカーファン、なぜ彼は不平を言うんだ。たった一回のチャンスごときで、彼は他の試合でもずっと先発しているが、大した仕事を果たしていない。トッテナムファン、ファティがヘディングでゴールを決めることよりも、自身のクソみたいなパフォーマンスの方を心配しろよ。サッカーファン、昨夜の彼はかなりスローに見えたし、実際、バルサの攻撃の多くを台無しにしていた。また彼はプレスをかけないから、何の役にも立っていない。バルサファン、年齢通りになってきているのがわかるね。ただの八つ当たり。